はい、こんなにケツがシート沈む？沈まないと思うんです。ビワチャンネル始まるよ、全員集合。はい、どうもビワチャンネル K です。今日編集長いるね。いや、今日来ました。今日来たね。今日来ました。今日これ、はいはいはい、ランクルです。ランクルっすね。話題のすごいっすね。買えなくて話題の。これは買えないですね、はい、買えなくて。あの、相模原の方から、はいはいはい、来てくれて、はい、はい、今人気のトラックミラーです。ここかな、そこ、あ、こうかな、はいはいはい、いいですね、貼ってくれてるんですよ。いや、ありがたいことまあまあ、あの前に貼って、はいはい、今日ちょっと来てくれて、あ、で、まあね、そのブラックミラー、この車でブラックミラーってなかなかない。そうですね。こっち側を開けた方がいいか。で、ここからどう映り方、ここだと、うん、まあ、これでブラックミラー感が出てるんですね。はいはいはい。あの普通の黒じゃない。はいはい、ね、あの品がいいってやっぱり言ってくれるんですよ。ああ。いや、ありがたいことで。ありがたいこと。で、まあ、中から見るとね、こういう映り方ですね。中だと本当、中はまあ普通の黒です。普通のスモークですね。今 3% だね。はい。割とこれ。で、こっちから見ると、はい、こうブラックミラーっぽく見える。はい、メタリック、はい。これがまたいつも言ってる通り。このガラスの持ってる濃さを吸い込むというか、はいはいはい、はい、だからプライバシーガラスが濃い車、薄い車で、はいはい、ちょっと見え方変わってきます。いや、はい、あの黒いアルファードとか白の、ハイエース、はいはい、やっぱ車によって濃さ違ってくるんで、これはこんな感じです。はいはい、はい、アルファードはこんな感じです。はいはい、ここがいいかな。まあここの方が若干ね、多分ガラスが濃い。そうですね。ここにね、こうちょっと作り方が変わる。そうですね。こういう風に綺麗に光る感じです、はい。で、まあランクに貼り付けるとこうなる。で、まあ多分あのなんて言うんだろうな。こういうのが出ると10年ぶりぐらいだと思うんですよ、はいはいはい、これすごく性能がいいんで、あ、車内温度めっちゃ下がります、はいはい、遮蔽係数っていうね、光学スペックは、まあ、車のガラス屋さんに任せたとしてあのすごくこう遮熱効果が高いフィルムなんで、はいはい、IR 機能を持ってる黒の普通のフィルムよりも遮熱効果が高いです、はいはい、これもこっちの方が全然いいですね。だから車内温度かなり下がる、はい、下がるというか車内温度が下がるのが早いとか車内温度上がりづらいとかっていう感じのフィルムですね。高機能フィルムです。はい、はい、今ピュアでは一押しです。そうですね、はい、大人気の大人気の、ショッピングサイトね、ベースショッピングサイトの方の有限会社ピュア、すいません、おかげさまで、フィルムのロールが足りないくらい注文来ちゃいました。いや、ありがたいことで、はい、ありがたいことで、ちょっとうちしばらくこれが続きますので。そうですね、はい、はい、飽きると思うんですけど。そうですね、見ていってください。ちょっとこすり続けるんです。こすり続けます、はい、はい、で、まあね、この車実は結構すごいんですよ。いや、なんかすごい車ですね。すごいでしょこれ、これいや、とんでもねえタイヤ入ってますね。これ見て、295だよ。295 55R20 って、でっかいっすね。すごいよね。で、この295がなかなかやっぱランクル300見えづらいらしいです。はいはい、はい、で、まあこの 9mm のオーバーフェンダー、はいはいはい、つけた状態でジャオスのホイール、はいはい、あー、でこれも多分ジャオスから出てます、はいはいはい、全部ジャオスなんですよ。お、入るか入らないか分かんないって言って入れたらしいです。あ、ただもうギリギリ、はいはいはい、入ってます、はい、で、なんとブレンボです。いや、ブレンボがブレンボ2つもあるんですけどね、すごいっすね。これまああのあれなんだっけ、パーキングブレーキか、あ、サイドブレーキ、サイドブレーキ、はいはい、はい、サイドブレーキ、あ、すっげえ。これまあ一応ダストの粉が出にくい方のパッドに変えてるみたいですね、はい、でやっぱダストついてないですよ。はあ、いや、すげえ、すごいよね。で、前、はい、前、でか前見てこれ、でか、何これ、このディスクのサイズが410いくつ、412ぐらいですか、ね、405っていうのは素直に入るらしいです、はいはい、あ、これも賭けだったらしい。あ、いや、だってクリアレンスやべえっすよ。やべえ、
1円でも入らない1万円ずつ入るけど1円でも入らない。あ、これはで、なおかつこのアダプターキットっていうか、あ、はいはい、ブラケット、はいはい、削ったみたいですね。あ、なるほど。だからこのブレーキの入れるキットは出てるんだけど、はいはいはい、このホイールに入れてる人はまずいないらしい。あ、純正だったらなんかすごく入りやすいみたいな。はいはいはい。で、そのね、やっぱりできない、はいはい、最初に言われたらしいです。あ、まあそうっすよね、このクリアランスは。でもジャースのホイールを絶対に入れたいから、はいはいはい、どうにか入れようってことでブラケットの加工をしたみたいです。はいはい、加工品のブラケットをまたさらに加工してるっていうだから言ってみればワンオフでね、ブラケットワンオフ、まあ、そうそう、ほぼそういうことですよね。はあ、まあね、このオーナーさんがめちゃ凝るんですよ。ああ、なるほど、はい、まあ、車も異常に綺麗ですからね、はい、うちで、そうですね、かかってるコーティングをかけてあります。ああ、はいはい、ブルースライド、まあ、うちはピュアスライドって言ってますけど、はいはい、はい、まあ、かかってます。はい、はあ、当然のように綺麗、綺麗、そうですね、はい、めちゃめちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗です。で、これ、まあ、乗っていいよってことなんで、ちょっと乗る機会ないじゃん。まあそうですね、俺乗るって言ってもここだけだから。まあ確かに確かにアクセル踏んでないから。まあ、まあそうですね、クリープ現象ってやつですかね。クリープ現象で動かしてたけど、うちはなるほど、ちょっと乗ろうかと。そうですね、せっかくなんで、せっかくなんで、ということで、とりあえず、いや、行きましょうか。すげえ、初めてこのランクル乗りますよ。はい、いいよね。いいっすね。まあ見てはいましたけどね、今まで。じゃあちょっと行こう、行きましょうか。はい、はいよ。あ、ナンバー外してねえじゃん。あ、危ないこれはあれですね、あのちょっと僕のハイエースにシンパシーを感じるんですけどね、庭園と感動の宿。なるほど、温泉のタオルですね。もうちょっとさ、もうちょっと違うなすごいね、こうすごい低めで乗る人だね。あ、勝手に動かしちゃうけど勝手に動かして大丈夫な人ですなんで、はい、これディーゼルなんですね。ディーゼルだね。あ、ディーゼル 3.5 だっけ、 3.5 だっけ。ちょっと後で注釈入れてください。はい、ツインターボっていうかすごい静かなんですけどディーゼルだ。俺らのディーゼルと全然違う、違うんですよ。どっかのディーゼル二等車みたいな音してますからねいや、なんかディーゼルっぽくないんですけどこれちょっとなんかチューニングしなくていいみたいな。そうっすねこれパワーボタンとかあんのか。いや、わかんないです。ちょっと待って、わかんないです。ドライブモード、ドライブセレクト、ええ、あ、スポーツとかあるじゃん。あ、あったあった。はい、これ今ノーマルです。ノーマルですね。なんか最近こういう動画撮りましたよね車何も知らないくせに乗り出してるっていう予備知識なしですか。予備知識なしです。いや、こんな車予備知識も減った車ないじゃん。すげえ、サンルーフついてますよ。ほんとだ。おお、やべ、これどこにいるかすぐバレた。とりあえずこうやっちゃう。あ、なるほど、チルトですね。あ、ちゃんと前の車行ったよって。ああ、いや、今の車結構これ言いません俺が乗ってる車は言わあ、アルファード言うか。あの研究屋さんから借りるトラック大体それついてるっすなんか俺は遅いよね、そういうのねエコでもなんか早くね、これ。いや、だって元の馬力が違いますこれすごいね。ブレーキどうなんすか。いや、聞くっていうか、まだそんなあれじゃないけど。あ、まあ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 。いや、ブレーキ変えた車なんて乗ったことないんで。うん、そうだね。そう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 。あの、現地とかはよくあるですよ。ああ。あの、ちっちゃいや、あの、ブレーキもつけたりして遊んだりはしてますけど。まあ、俺もバイクはブレーキもついてるから。車でそういうことってないじゃないですか。ないよね。ブレーキなんて変えないじゃん。いや、変えないですよ。なんかランクルっていう車に乗ったの何年ぶりだろう。
乗ったことはあるんだ。そう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 、あの、寺本のランクル。ああそうか。でもあれ、俺もランクルはね乗ったことあるから。まああれ70とかなんですけどね。200の前のやつってなんていうの。100っすか。100。じゃあ100だね。いや200。あの 4200cc の時のやつだね。あれシグナスとかあった頃ですか。そう。ああ。あの手のやつのランクル。あのランクル好きなんですよね。うん、これ300ですよ、ね、これ300でもうバリバリの原稿車って原稿。いやたまにあのまあ私めの本業の方で、うん、ランクル欲しいよねって話になるんですよ、うん、けどちょっとこの辺畑に乗ってく勇気はないな。ランクル欲しいよねって誰が言うの。いやまああの社員の中で言うんですよ。中で。そう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 。でまあランクルあれば雪降っても大丈夫だしねって思うんですよ。河原入ろうかと思って河原行きたい。そう絶対に嫌だこの車で行くのやばい。なんかいい音がしますけど、ディーゼルってこういう音がするんですね。ああやっぱ加速感全然違うね、やっぱ動かすと。あーモード変えると、はいはい、めっちゃ力強いわ。いやーこれはこれだってもうなんか踏んでるのにあの我々のハイエースみたいな音しないしない。したらこう逆に困るんだけどさすごいっすね今のランクルって。すごいすごい数のスイッチがあるんですねこの車。ね、なんだかわからん。なんだかめちゃめちゃありますけどね。降りるそうですけどね。降り行ってしまうか。いやちょっとこの車で。まあランクルっちゃそういう車なんですけど、本当はね、本当はそうなんですけどね、ちょっとこれをもし買ったとしたら行きたくはないですよね。行きたくない。会社の畑も嫌ですもん、うん、多分あれですよ、あのまあ買えないですけど買ったら雪の日乗らないと思うんですよ。いやそこは乗ろうよ。結局軽トラ乗ると思いますよ。まあ軽トラの方が動くよね。そう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 、意外とこういうの動かないよね。まあでも今の電子制御がすごいから、うん、動くのかな。多分配分がとかってなるんだね。そうそうそう、なんかやってると思うんですよ。あの、うん、デフロック的なものも絶対ついてると思うんでランクルなんで。でもこれ何バツになるってことは、だ直結のあれセンターデフロックかな。あこれ何、それなんすかね、なんかなんかぐるって回りますねみたいな。MTS ってあのハイエースのチューニングメーカーの MTS 絶対に違うと思いますけど。でもその感じだとなんかぬかるみから出れますってみたいな感じですよ、ね、あーオーディオも JBL で高級品じゃないですか。すごいね。なんか木目が普通の木目じゃないんですけど、本当だ。これはセンチュリーほどすげえやつじゃないと思うけど、まあ、センチュリーちょっとあれはおかしいですからね、うん、これはフィルム貼れるんですかね。ガラスこれは貼れますね。貼れるやつですか、ああこれはこれいけますね。いけるやつ、合わせガラス勝ち組ですよ。ああいいガラスなやつ。いいガラスですよ。だってフロントだって UV 入ってないもんね、うん、そうですね書いてないですね。これバリバリ色出せますねこの車。いいっすね、貼れるし合わせガラスだし、うん、それもあってこんだけ静かなんですねこの車。そうだね。ああそういうことか。行きますよ。はいはい、ですよ。ディーゼルってさ、はいはい、こんなにケツがシート沈む？沈まないと思うんです。そしてこんなに俊敏に加速しないと思うんです。そうだよね。なんていうんですか、やっぱ一呼吸を置いてから力が来るじゃないですか、うん、あれがないっすよね、この車。ないね。すぐ力来るっすよ。すごいわ。あ、ええー、これ。はい、ええー、わ。ブレーキも効いてるっすね。いや、ブレーもだよ。まあ、それは効きますよ。効くよね。あんなに大きいんですもん。
やばい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 これメーター見てないと、はいはい、どこまでも出ちゃう気がするそうですね。まあとりあえず戻りますか。戻りますか。すごかったね。いやすごかったですね。いいね。いい車ですねこれ。いいけどさ。はい。買えないよね。買えないですね。まあでも本当にいい経験でしたね。いい経験でした。本当だ。すごいいい経験。乗ろうと思っても乗れないもんね。そうですね。それもこんなすごいブレーキがついた。すごいブレーキがついて。なんかなんていうか安心感のある車だね。そうですね。当たり前だけど。まあ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 。これノーマルじゃもっと効かないってことってことだよね多分ね。どうなんだろう、まあ、これと比べちゃうとやっぱ効かないのか。多少は違いがあるとは思うんですけどね。タイヤも東洋で。すごいね。なんかこうなんて言っていいか分かんない。車高もこれ上がってるそうです。みたいですね。うん、いやー5センチぐらい上がってるのかな。はいはいはい。全部ジャウスで。そうっすね。ついてる部品は全部ジャウス関係みたいですね、はいはいはい、でもうこれなんか雑誌の取材とかすごい決まってるみたいで。あ、へえ。で動画のもう海外、はいはいはい、ジャウス見てるとこの車多分出てきます。あ、なるほど、そういうことですね。それより先にうちが撮ったっていうね。はい、ジャウスさんより先にうちが撮った。まあ、メインはあのフィルムだったんですけどね。はい、はい、まあそんなことで、はい、こんな感じのブラックミラーもありますよと、はい、紹介でした。はい、はい、それではこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、はい、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ベースショッピングサイト有限会社ピュアで検索してくれれば、はい、そっちも出てますんでね、ぜひ覗いてください。はい、それではアディオス。アディオス。よろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。